Hello, this is Hiroshaya i h Shihama Mastery Japan, the oldest god in the history. 世界最古の神、えー。世界最古の遺跡と言われているトルコのギョベクリテペです。そこを調べているときにですね、大変奇妙な彫刻に出会いました。これがその 彫刻です頭の部分に注意してください。頭の部分をよく見ますとですね、これが、ウェアル超頭人間、コーンヘッドメンの頭蓋骨と一致します。詳しくは後でもう一度精査しますけども、デコボコ感まで一致しているんですね。 でこれは何かということです。まあつまりですね左の彫刻の頭はですね超人間だっていうわけですね。そこでギョベクリテペへ皆さんを案内いたします。 で、ウィキペディアで示している座標を今示しますけども、特にこの辺りに拡大してみましても何かあるというわけではありません。で、まあ、その地図で言いますと、まあ、こういうところにあるということですね。まあ、今回は場所はそれほど重要ではありません。ギョビクリテペです。まあ、一応今のところ世界最古の遺跡と言われ、 年代はですね、1万2000年前と言われています。で、ここで大変な遺跡が見つかったわけです。でち、ちょっと注意しておいてほしいのはですね、こんな動物の彫刻も見つかってい,います。しかもですね、下を向いて逆さまに張ってるんですね。まあ、奇妙と言いますか、ちょっと私たちの人間の感覚とは違うんじゃないかと思います。で、 横にしてみますと、この動物なんですね。何でしょうまあ、いろいろな、あの、ことが言われると思いますけども、まあ、その前に、トルコの、えー、調べていた時に目についたニュースですね。いわゆる高校ニュースと言いますかね。発掘物をこう専門に、って言いますか、トルコの古代遺跡を専門に報告しているニュースなんです。でもちろん、 トルコ語で書かれています。あの、はい。ということで、まあ一つずつ機械翻訳してみました。あの、Google の翻訳ソフトを使ってですね、トルコ語を直接日本語に訳してみました。だいたいなんとなく意味がわかるっていう感じですね。まあ、それぞれの遺跡について、って言ますか、あの、 いわゆるギョベクリテペはですね、大変広い、あの、遺跡のようですね。あの、それぞれに、まあ、このような説明がついています。これがあの、ギョベクリテペの中心部ですね。まあ、お寺であったというふうに考えられているだけまあ、シュライン、あるいはテンプル。まあ、あの、英語の方に訳しますとテンプルと出てきますがね。あの、寺、まあ、寺と神社はどう違うかって言われましても困りますけども。 まあ日本では使い分けてますけどもね。でまあたいこう読む,読むと、これなんかもちょっと奇妙だと思うんですね。あの、いわゆるその人間の閉じ込めておく箱のようなのも見えますしね。はい。まあそういったあの分析はまた今度次の機会にしてみますけども。 この遺跡も遺跡というか、この部分も大変こうなっていますが、興味深い遺跡だと思います。で、まあ、今、あの、皆さんに見ていただいているのは、ギョベクリテペのですね、まあ、概要ですね。非常に広範囲にわたった、まあ、大きな、ああ、遺跡であることは間違いありませんし、世界今のところですよ、発掘、発見された中では世界最古の遺跡ということになっています。 一万二千年前です。まあ、シュメールが歴史にあられるのは、紀元前五千年前後ですから、今から七千年前ということになるんですね。それよりも、なんて言いますか、三倍、ごめんなさい。二倍以上、二倍近くですかごめんなさいね。古いわけですね。さらに五千年古いわけですからね。一万二千年ですから。で、 ギョベクリテペの、これはあの一度ですね、あのー、意味がよくわかりませんので、もう一回、ギョベクリテペの部分をだけをですね、全体をですね、あのー、出てきましたので、まあ、もともとはこうトルコ語で書かれているんですけども、直接日本語に翻訳しますと全然意味がわかりませんので、一度英語に、あの、訳し、あのー、機械翻訳して、あのー、 いわゆる英語に訳すとき、まあ意味のわかる文章になるんですね。で、それをあ日本語に訳してみました。で、このニュースの中では特に重要なことを言ってるわけではありませんけども、ギョベクリテペのね、保全についていろいろと、まあ、あの、関係者の方がですね、まあ大変な苦労をなさっていると。そういった意味の内容の、あの、報告といいますかニュースなんですね。いわゆる、まあ、 非常に広範囲で、そのフェンスを張って保護をしてるんだけども、それがね、3ヶ月もかかったとか、あの、まあ、膨大の量の、その、フェンスと言いますかね、あの、が必要であったということを、あの、書いてありますが、書いてあります。で、長さが5,950キロメートル、まあ、5,950メートルあったと。約6キロの長さになっ,たなったというわけですね。フェンスを張って、そしてま、あの、 いわゆるその、許可されない人たちがね、中へ入って遺跡を荒らすのを防いでるんだと。で、13万5 0 0 0トンもの物資がそのために使われたと。そういうようなことが、ま、ずっと説明してやって、で、ナイトビジョンカメラですね、アンシスコープで、監視を、2年間ずっと監視をしてきたと。というようなことが書いてありまして、まあ、魚べっくり、てっぺに、あの、なってますか、保護に、 トルゴ政府も、ってますか、あの、世界遺産保全、あの、そうしたあの、公的な機関もあるそうでね、それによって、あの、保護をしてるんだ、ということが書かれています。まあ、あの、これ自体は、その、今日の話に直接関係があるわけではありません。そしてこれを調べてですね、まあ、あの、自分なりに資料にしようとして、まあ、翻訳してみました。 ま、世界遺産にもなっていると。で、その中でこの像を見つけたんですね。この像も、あの、世界遺産に登録されているそうです。で、先ほどお見せしました像なんですけども、この像でおかしいなと思うのは、頭の部分と体の部分と別々なんですね。これは、あの、全体はですね、あの、最近作られたもののようです。 あの、年代は書かれてませんけれども、1万2千年前のものではありません。しかし、頭の部分と体の部分と、いわゆる何て言いますかね、あの、作風が違うと言いますかね。下の方はモダンな感じがしますね。ところが、首から上はですね、非常にこう、あの、どれが目か分かんないような状態で、あの、いわゆるその古風なんですね。下の方は、あの、これ椅子に座ってるんですよ。だから足が下へ伸びてるんですけどもね。そして顔を見てください。 これはどうもあの違うんですよね。ですから顔の部分だけは、あのおそらく何らかの形で遺跡でから出てきたものと、その、を参考にしながら、この彫刻家が作ったというふうに考えられるわけです。えー、そ,れをそれに基づいて、あの、まあ、彫刻家の人のインタビューによればですね、まあ、記録によれば、女性であるということなんですけど、まあ、女性男性ということはあまり重要じゃありません。 とにかくあの、このデコボ感、デコボコ感も皆さん、あの、比較してみてください。あのー、まあ、ほ、ほとんど同じと見ていいわけですね。いわゆる、この彫刻で表現されている頭蓋骨は、超等人間の頭蓋骨っていうことになるわけですね。そして、 人間の頭蓋骨と比べてみて分かりますよ。人間は頭に真ん中にこう一本線が入ってますか。方向線が一本入りますね。ところがちょうど人間はありませんね。ですから右の頭蓋骨はに少なくとも人間ではないイコールエイリアンと考えるわけです。コンヘッド。これこ、れこそまさにエイリアンが地球にいたという証拠です。証拠、証拠になるんですよ。いたということを言いますけども、宇宙的な時間で見れば、5000年前も、1万2000年前もですね、瞬間なんですね。昨日、おとといなんですよ、皆さん。 ですから、まあ、昨日、このエイリアンがいたということになるわけです。で、もう一度、その、確認していただきたんですけども、これは、あの、えー、っと、エクアドで見つかった頭蓋骨ですね。この頭蓋骨も、あの、やはり頭の中心線、中心に、あの、方向線がありません。ということは、これは DNA 鑑定をするまでもなく、人間ではない、すなわち違った、あ,、えー、あの、 人種、いわゆる人間ではないってことですね。これはあの、あの、交換させて大量にあの、この、見つかってるんですけど、それほど遠い距離じゃないんですけどもね。あの、こうした、やはりこう調べてみますと、中央の方向性がないことに気がつきます。で、去年でしたか、DNA 鑑定が出まして、人間とは違ったミトコンドリアが、を持っていたということも分かっています。こういう図が良いこなんですね。 で、この、もう一度この、しっかりと確認しておいていただいて、これはまさにこのエイリアンが、この地球にいる、いた。っていう、あの、五千年前を過去というふうに捉えるのは間違いですよ。あの、そういった尺度では、あの、考えない。それは人間の尺度ですからね。要するに、彼はこの頭蓋骨はエイリアンだと。そこでもう一度、あの、検証しています。 で、この、先ほどスカ、あのー、出てきました、この彫刻なんですけども、この彫刻について、詳しい報告がなされています。そこで、これをもうですね、一生トルコ語ですけど、一度、英語に直して、そして、その、英語を訳してみました。ですから、英文そのものが、あの、非常にわかりにくいところがありますけども、まあ、要するに、これはですね、あの、作者もわかっていると。そして、作者がですね、えー、インタビューに答えて、えー、自分は、あのー、12000年前のね、 その、ギョベリクリテペの、えー、人の気持ちになって、そして、その、心を表現したものだ、というようなことを、まあ、述べてるってわけです。で、その、まあ、頭骨について頭の部分について特に説明してるわけじゃありませんけども、どうも腑に落ちないんですね。で、この像そのものも世界遺産に、 登録されていると。それは、それだけ重要な彫刻であるというわけですね。で、この彫刻家はですね、3年近く検証に検証を重ねた結果、あの、この彫刻をするようになったと。3年間この研究した後にね、彫刻したということが、ここの中に、説明の中に書かれています。まあ、12000年前の人の気持ちになって彫刻したということですね。 で、もう一度この彫刻を見ていただきたいんですけども、首から下と首から上と、あの、作風が違うの分かりますか首から下は非常にモダンなんですね。ということは、この作家がこう、そうしたものを表現したということになるわけです。ところが、首から上は、先ほど言いましたように、あの、後ろになんかのミッと出ていますけども、ヌキッとね、これはあの、髪の毛か何を表現したのか分かりませんけど、それを除きますとですね、いわゆるさ、あの、先ほど、比較しましたように、 頭、あの肩、頭蓋骨の形が、いわゆる超等人間、コーンヘッドの、に、あの、頭と一致するわけですね。もう一度ご確認ください。とあの、目、それから口。まあ、よくここまで似てるなと思うぐらい、凸凹感も似てるんですね。ということは、あの、この作家は二つ考えられるわけですね。一つは、あの、この頭蓋骨のことを知ってて、それに合わせて作ったか、あるいは、 えー、頭の部分は、そのギギ、ギョベクリテペのね、発掘物を参考にしたかということなんですよね。まあ、それは皆さんの判断に任せしますが、もう一つ興味ある、興味深い事実をあの、ご、あの、お伝えします。この動物デスク、逆さまにあの、作ってありますね。で、これと同じものがですね、青森、青森県の弘前市の、岩木山神社にあります。 で、下が、右下が、岩木山、岩木山神社の、狛、えー、犬ですね。よく見てください。この狛犬、実は、逆さまなんですよ。こういうふうに作られているんです。つまりですね、ギョベクリクペク、ケ、えー、ペの彫刻と、その、岩木山神社の彫刻が、作り方のコンセプトが同じであると同時に、形も非常によく似ていてますかね。 ということです。まあ、これが、青森県、青森県、弘前市にある岩木山神社です。本宮はなんか岩木山の頂上近くにあるそうですね。ということで、大変、ま、興味深いこともわかりました。ということで、最後にもう一言、えー。もしこれがですね、えー、ギョベクリテペの神であるならば、まさにギョベクリテペの神、すなわち世界最古の 遺遺産ででああるその遺跡のの跡テンプルの神は異星人であったとということになりまますす検証を続けてみます thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshaya Shihama Mastery Japan, the oldest god in the history. 世界最古の神。えー、世界最古の遺跡と言われているトルコのギョベクリテペです。そこを調べているときにですね、大変奇妙な彫刻に出会いました。これがその 彫刻です頭の部分に注意してください。頭の部分をよく見ますとですね、これが、ウェアル超頭人間、コーンヘッドメンの頭蓋骨と一致します。詳しくは後でもう一度精査しますけども、デコボコ感まで一致しているんですね。 で、これは何かということです。まあ、つまりですね、左の彫刻の頭はですね、超ど人間だっていうわけですね。そこで、ギョベクリテペへ皆さんを案内いたします。で、ウィキペディアで示している座標を今示しますけども、特にこのあたりに、 拡大してみましても何かあるというわけではありません。で、まあ、その地図で言いますと、まあ、こういうところにあるということですね。まあ、今回は場所はそれほど重要ではありません。ギョビクリテペです。まあ、一応今のところ世界最古の遺跡と言われ、年代はですね、1万2000年前と言われています。で、ここで大変な遺跡が見つかったわけです。 でち、ちょっと注意しておいてほしいのはですね、こんな動物の彫刻も見つかってい,います。しかもですね、下を向いて逆さまに貼ってるんですね。まあ、奇妙と言いますか、ちょっと私たちの人間の感覚とは違うんじゃないかと思います。で、横にしてみますと、この動物なんですね。何でしょう ま、いろいろな、あの、ことが言われると思いますけども、まあ、その前に、えー、トルコの、えー、調べていた時に目についたニュースですね。いわゆる高校ニュースと言いますかね。発掘物をこう専門に言ってますか、トルコの古代遺跡を専門に報告しているニュースなんです。で、もちろん、トルコ語で書かれています。あのー、はい。 ということで、まあ、一つずつ機械翻訳してみました。あの、Google の翻訳、ソフトを使ってですね、トルコ語を直接日本語に訳してみました。大体いい、なんとなく意味がわかるっていう感じですね。まあ、それぞれの遺跡について、って言ますか。あの、いわゆるギョベクリテペはですね、大変広い、あの、遺跡のようですね。あの、 それぞれに、まあ、このような説明がついています。これが、あの、ギャベクリテペの中心部ですね。まあ、お寺であったというふうに考えられているだけまあ、シュライン、あるいは、テンプル。まあ、あの、英語の方に訳しますと、テンプルと出てきますがね。あの、寺、まあ、寺と神社はどう違うかって言われましても困りますけども。まあ、日本では使い分けてますけどもね。 で、まあ、大体こう読み、読むと、これなんかもちょっと奇妙だと思うんですね。あの、いわゆるその、人間の閉じ込めていく箱根の,のも見えますしね。はい。まあ、そういったあの、分析はまた今度次の機会にしてみますけども。この遺跡も、遺跡というか、この部分も大変こうなってますか 興味深い遺跡だと思います。で、まあ、今、あの、皆さんに見ていただいているのは、ギョベクリテペのですね、まあ、概要ですね。非常に広範囲にわたった、まあ、大きな、あ遺跡であることは間違いありませんし、世界今のところですよ、発掘、発見された中では世界最古の遺跡ということになっています。1万2000年前です。 ま、シュメールが歴史にあられるのは、紀元前5000年前後ですから、今から7000年前ってことになるんですね。それよりも、なんて言いますか、3倍、えごめんなさい。2倍以上、2倍近くですかごめんなさいね。古いわけですね。さらに5000年古いわけですからね。1万2000年ですから。で、ギョベクリテペの、これはあの一度ですね、あの、意味がよくわかりませんので、 もう一回、あの、ギョベクリテペの部分だけをですね、全体をですね、あの、出てきましたので、まあ、もともとは、こう、トルコ語で書かれてるんですけども、直接日本語に翻訳しますと、全然意味がわかりませんので、一度英語に、あの、訳し、あの、機械翻訳して、あの、いわゆる英語に訳すとき、まあ、意味のわかる文章になるんですね。で、それを、あ日本語に訳してみました。 で、このニュースの中では特に重要なことを言ってるわけじゃありませんけれども、ギョベクリテペのね、保全について、いろいろと、まあ、あの、関係者の方がですね、まあ、大変な苦労をなさっていると。そういった意味の内容の、あの、報告といいますか、ニュースなんですね。いわゆる、まあ、非常に広範囲で、そのフェンスを張って、保護をしているんだけども、それがね、3ヶ月もかかったとか、あの、 まあ、あ膨大の量の、その、フェンスと言いますかね、あの、が必要であったということを、あの、書いてありますが、書いてあります。で、長さが5,950キロメートル、まあ、5,950メートルあったと。約6キロの長さにあったなったなってわけですね。フェンスを張って、そして、ま、ああの、いわゆるその、許可されない人たちがね、中へ入って遺跡を荒らすのを防いでるんだと。 で、13万5千ンもの物資がそのために使われたと。そういうようなことが、ま、ずっと説明してやって、それで、ナイトビジョンカメラですね、アンシスコープで、監視を、2年間ずっと監視をしてきたと。というようなことが書いてありまして、まあ、あギョベクリテペに、あの、なんて言いますか、保護に、トルコ政府も、ってますか、あの、世界遺産保全、あの、 そうした公的な機関もあるそうでね、それによって保護をしてるんだということが書かれています。まあ、あのー、これ自体はその今日の話に直接関係があるわけではありません。そしてこれを調べてですね、まあ、あのー、自分なりに資料にしようとして、まあ、翻訳してみました。まあ、世界遺産にもなってると。 で、その中でこの像を見つけたんですね。この像も、あの、世界遺産に登録されているそうです。で、先ほどお見せしました像なんですけども、この像でおかしいなと思うのは、頭の部分と体の部分と別々なんですね。これはあのあ、あの、全体はですね、あの、最近作られたもののようです。 あの、年代は書かれてませんけれども、1万2千年前のものではありません。しかし、頭の部分と体の部分と、いわゆるなて言いますかね、あの、作風が違うと言いますかね。下の方はモダンな感じがしますね。ところが、首から上はですね、非常にこう、あの、どれが目かわかんないような状態で、あの、いわゆるその古風なんですね。下の方は、あの、これ椅子に座ってるんですよ。だから足が下へ伸びてるんですけどもね。そして顔を見てください。 これはどうも、あの、違うんですよね。ですから、顔の部分だけは、あの、おそらく、何らかの形で遺跡でから出てきたものと、その、を参考にしながら、この彫刻家が作ったというふうに考えられるわけです。えー、それをも、それに基づいて、あの、まあ、彫刻家の人のインタビューによればですね、まあ、記録によれば、女性であるということなんですけど、まあ、女性男性ということはあまり重要じゃありません。 とにかくあの、このデコボ感、デコボコ感も皆さん、あの、比較してみてください。あの、まあほ、ほとんど同じと見ていいわけですね。いわゆる、この彫刻で表現されている頭蓋骨は、超等人間の頭蓋骨っていうことになるわけですね。そして、 人間の頭蓋骨と比べてみて分かりますよ。人間は頭に真ん中にこう一本線が入ってますか。方向線が一本入りますね。ところがちょうど人間はありませんね。ですから右の頭蓋骨はに少なくとも人間ではないイコールエイリアンと考えるわけです。コンヘッド。これこ、れこそまさにエイリアンが地球にいたという証拠です。証拠、証拠になるんですよ。いたということを言いますけども、宇宙的な時間で見れば、5000年前も、1万2000年前もですね、瞬間なんですね。昨日、おとといなんですよ、皆さん。 ですから、まあ、昨日、このエイリアンがいたということになるわけです。で、もう一度、その、確認していただきたんですけども、これは、あの、えー、っと、エクワドで見つかった頭蓋骨ですね。この頭蓋骨も、あの、やはり、頭の中心線、中心に、あの、方向線がありません。ということは、これは DNA 鑑定をするまでもなく、人間ではない、すなわち、違った、あ,、えー、あの、 人種、いわゆる人間ではないってことですね。これはあの、あの、交換させて大量にあの、この、見つかってるんですけど、それほど遠い距離じゃないんですけどもね。あの、こうした、やはりこう調べてみますと、中央の方向性がないことに気がつきます。で、去年でしたか、DNA 鑑定が出まして、人間とは違ったミトコンドリアが、を持っていたということも分かっています。こういう図く骨なんですね。 で、この、もう一度この、しっかりと確認しておいていただいて、これはまさにこのエイリアンが、この地球にいる、いた。っていう、あの、五千年前を過去というふうに捉えるのは間違いですよ。あの、そういった尺度では、あの、考えない。それは人間の尺度ですからね。要するに、彼はこの頭蓋骨はエイリアンだと。そこでもう一度、あの、検証しています。 で、この、先ほどスカ、あの、出てきました、この彫刻なんですけども、この彫刻について、詳しい報告がなされています。そこでこれもですね、一緒トルコ語ですけど、一度英語に直して、そしてその英語を訳してみました。ですから、英文そのものが非常にわかりにくいところがありますけども、まあ、要するに、これはですね、あの、作者もわかっていると。そして作者がですね、え、インタビューに答えて、自分は、あの、12000年前のね、 その、ゲベリクリテペの、えー、人の気持ちになって、そして、その、心を表現したものだ、というようなことを、まあ、述べてるってわけです。で、その、まあ、頭蓋骨について頭の部分について特に説明してるわけではありませんけども、どうも腑に落ちないんですね。で、この像そのものも世界遺産に、 登録されていると。それは、それだけ重要な彫刻であるというわけですね。で、この彫刻家はですね、3年近く検証に検証を重ねた結果、あの、この彫刻をするようになったと。3年間この研究した後にね、彫刻したということが、ここの中に、説明の中に書かれています。まあ、12000年前の人の気持ちになって彫刻したということですね。 で、もう一つこの彫刻を見ていただきたいんですけども、首から下と首から上と、あの、作風が違うの分かりますか首から下は非常にモダンなんですね。ということは、この作家がこう、そうしたものを表現したということになるわけです。ところが、首から上は、先ほど言いましたように、あの、後ろになんかヌミッと出てますけども、ヌキッとね、これはあの、髪の毛が何を表現したのか分かりませんけど、それを除きますとですね、いわゆるさ、あの、先ほど、比較しましたように、 頭、あの肩、頭、蓋骨の形が、いわゆる超等人間、コーンヘッドの、に、あの、頭と一致するわけですね。もう一度ご確認ください。と、あの、目、それから口。まあ、よくここまで似てるなと思うぐらい、凸凹感も似てるんですね。ということは、あの、この作家は二つ考えられるわけですね。一つは、あのー、この頭蓋骨のことを知ってて、それに合わせて作ったか、あるいは、 えー、頭の部分は、そのギギ、ギョベクリテペのね、発掘物を参考にしたかということなんですよね。まあ、それは皆さんの判断に任せしますが、もう一つ興味ある、興味深い事実をあの、ご、あの、お伝えします。この動物デスク、逆さまにあの、作ってありますね。で、これと同じものがですね、青森、青森県の弘前市の、岩木山神社にあります。 で、下が、右下が、岩木山、岩木山神社の、狛、えー、犬ですね。よく見てください。この狛犬、実は、逆さまなんですよ。こういうふうに作られているんです。つまりですね、ギョベクリクペク、えー、テペの彫刻と、その、岩木山神社の彫刻が、作り方のコンセプトが同じであると同時に、形も非常によく似ていてますかね。ということです。 ま、これが、青森県、青森県、広崎市にある岩木山神社です。本宮はなんか岩木山の頂上近くにあるそうですね。ということで大変、ま、興味深いこともわかりました。ということで最後にもう一言。えー、もしこれがですね、えー、ギョベクリテペの神であるならば、まさにギョベクリテペの神すなわち世界最古の 遺遺産ででああるその遺跡のの跡テンプルの神は異星人であったとということになりまますす検証を続けてみます thank you very much for watching and see you again next time. Bye.